アーセナルゴールキーパーラムズデール30億円で電撃移籍、本人の反応がこちら。アーセナルのゴールキーパーアーロン・ラムズデールが30億円で入荷する移籍に合意した。出典、スカイスポーツ。ラムズデールあの移籍金でマジ？個人合意だからわかんないけど、それにしてもアーセナルは毎回売るの下手くそな印象ある。入荷するって噂？ガチっぽいけど3人でローテでもするんか。ポープとブブラフかどうするんよ新庄さん。スカイスポーツだからほぼ決定だろうな。ラムちゃん寂しくなるな。レノ、ターナー、エミマル、ファビアンスキー、ラムズデール、安心安全のアーセナル印で競合に恵むのなんとかしてほしいよね。セカンドゴールキーパーが長年クラブに定着しないのを見る限り、アーセナルは選手の認識として世界的なビッグクラブではないんだろうな。ケレハーにしろ、オルテガにしろ、本当に強いチームには他チームのファーストレベルのゴールキーパーがいる。なおラムズデールが自身の X でこのニュースにすかさず反応、僕についてのニュース。ラムちゃんから即否定されてて草なんだ。ラムちゃん愛してる。君の努力を評価してくれるチームがふさわしいよな。よし、マンチェスターユナイテッドに来てくれ。自分のニュース自分で否定するの無敵すぎて草。願わくばラムズデールにはずっとアーセナルにいてほしい。